原の戦い最強戦国武将参戦。1. 島左近、西軍石田三成の家臣でわずかな手勢で東軍の出鼻をくじき西軍の士気を高めるという目的で戦を仕掛け、黒岳に後々まで怖さとともに語り継がれることとなります。 2. 本多忠勝、東軍徳川家康の家臣で12歳の初陣以来57の戦に参加してきましたが一度も負けておらず、6メートルある槍を使いこなし敵をバッタバッタ切り倒していきました。また戦の際一度も手傷を負わなかったといいます。最後の発表の前にチャンネル登録、高評価、また他にも関ヶ原最強の武将がいればコメントで教えてください。 3. カニサイゾウ、東軍福島正則に仕える武将で、関ヶ原の戦いは福島正則の先鋒隊長として出陣し、岐阜城の戦いで三関ヶ原本線で17の首を取ったといい、この数は関ヶ原参加の武将の中では一番多い数だったと言われています。